僕に言いました。一日の始まりの挨拶はきっと毎日を笑顔で過ごせる魔法のおまじないだ。ある日ママが僕に言いました。ご飯を食べる前の挨拶はそっと幸せを噛みしめるための魔法のスパイスだよ。ごちそうさま。いくつもの言葉が響き合って、いくつもの言葉が生まれてるよ。ある日パパが僕に喧嘩をした後の挨拶はいつでも誰かと仲良しでいられる魔法の合言葉さ。ある日ママが僕に言いました。お家に帰る時の挨拶は